はい、ホンダ PS250 のご紹介になります。はい、こちらの車両なんですけども、今日来ていただいてるですね、はい、マジカルライダーじゃないんだよね、もうね。あ、改名したんですよ、はい、改名っていうか元の名前に戻したんですけど、はい、サブカルクソーンのフグです。なんかね、お久しぶりです。クソーンだって言いづらいよね、人本人目の前にしてね。ぜひ言ってください、はい、このクソーンだね嬉しい、はい、そう、はい、そう、あのフグちゃんがですね、乗ってたバイクをですね、この度うちで買い取らせていただきまして、はい、まあ、再販するんで販売させていただくんですけども、ですね、なんとですね、フグちゃんが、まあ、動画に出てくれるっていうのと、次のオーナーさんにですね、おまけを用意してくれたというんですよ、はい、ちょっとおまけをご紹介いただけないですか。あ、じゃあちょっとおまけ持ってきます、はい、何なんですかね、何なんですかね。なんとこちら、私が愛用していた、1年ぐらい履きましたねライダーシューズです、23センチ下にのライダーシューズでめっちゃ履きやすいんですけど、もし女性オーナーだったらぜひ履いていただいても、まだ綺麗なので履けると思います。男性の場合はまあ煮るなり焼くなり好きにしてって感じで、プレゼントいたしますので、どうぞこちらもご一緒に楽しんでください。いや、おじさんコメントのしようがないわもう煮るなり焼いたりして食べるんですかって感じですね、まあ、いいんじゃないかな、ね、あの僕は指一本触らないのでこの後ですね、フグちゃんにあのビニール袋にですね、ご自身で入れていただいて、うん、はい、あのどうします、冷蔵庫に、ね、置いといた方がいいですかね。そうですね、冷蔵庫でも冷蔵庫にしておきますんで、はい、はい、いいと思います。よろしく。もうね、どう頑張っても僕のコメントは、うん、下ネタにしか聞こえないっていうのはもう分かってますんで最初から開き直っております。はい、で、PS、 はい、あとこれもあります。はい、それ、はい、すいません。これはなんかステッカーとか、あのいろいろなんかグッズですね、缶バッジとか、うんうん、あと CD とか、はい、私が今までの活動で作ってきたグッズとかをいろいろあるので、はい、これも一緒にプレゼントをします。素晴らしい、ここに置いときます。ありがとうございます。でしかもですね、なんと、うん、まあ、日程が合えばなんですけど、店頭納車の時に限りですね、うん、フグちゃん自ら納車式をしてくれるとしますというですね、特典が、うんうん、ついております。はい、うんうん、その特典をつけるからということでですね、相場よりも若干高めの値段設定になっております。はい、どうぞよろしくお願いいたします。もろもろの事情がございます。そうです。はい、じゃあ PS の紹介をしましょうか。結構乗られたんですよね。結構乗りました。この子が一番乗りました、はい、GS よりも、はい、ハスクよりもどこ、まあ、下都内の下道とかだともう本当に楽なんで、まあそうでしょうね。結局この子みたいな感じになって乗りました、うん、はい、あと結構弟を後ろに乗せて乗ったりとかしてたんで、はい、イケメンの、そうです、はい、イケメンですかね、そうですかね、って言っちゃった、はい、とか、これもカスタムでしてたんですよ、はい、で、うんうん、荷台をつけれるようになってたりとか、うんうん、後ろに乗る人はここを持って乗れたりとか、うんうんうん、なのでタンデムよくしたいなっていう人とか、うんうん、あと下道とか都内に住んでる人にもめちゃくちゃおすすめです。はい、そう思います。はい、説明終わっちゃったね、はい、ありますなんかフグちゃん、僕のモノマネが得意だとかこう聞いたんですけど、はいはい、あ、じゃあやっていいですか。僕の代わりやってもらえませんか、はい、そしたら、はい、はい、ホンダ PS250 のご紹介です。こちらのバイクはね、こんな感じですか、はい、似てますかね、はい、いや、自分のものまで目の前でしていただくっていうのはなかなかないことなので楽しいんですけど、はいはい、これ椅子がこう背もたれになるんですよね、うん、あ、そうなんです、ね、これはですね、はい、なんとこちらのですね、なんかジャパネット高田やってるみたいな気分になりますね、うん、ちょっとあ、じゃあ持ちます、はい、お願いします。こうしてよいしょ、こうすることによってですね、なんと背もたれをすることができて、でもちょっとこの角度的に、うんうん、なんて言うんだろうな、ヤンキー座りみたいな感じになるんですけど、こうよいしょ、こんな感じでめっちゃ楽ちんに乗ることができていいです、うん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 、いいですとかいいですねそう、いや結構うん、世の中広しといえどもですね、うん、背もたれがついてるスクーターって実を言うとほとんどないんですね、うんうん、で、まあ、ホンダが、まあ、この時に、まあ、N プロジェクトっていうんですけど、若者向けのバイクをですね、うん、数車種出したんですよ。でその時にですね、まあ、ズーマーと同じタイミングで出てきたんですけども、なんかちょっと細かいこと忘れちゃったんですけど、その
タフでごつくてみたいな、なんかそういうコンセプトなんですね、うん、でそこでなんかこうなぜ背もたれになったかっていうのはちょっと分かんないんですけど、あのこういうこう珍しいギミックをつけることでですね、非常にこう目立ったんじゃないかな、多分ね、うん、背もたれをつけたかったというよりはリアのキャリアをこう生かしたかったんじゃないのかなっていうふうにちょっと僕思います、うんうん、いっぱい詰めますもんね、うん、なんかここに前のカゴをつけてカスタムしてる人とかもたまにいるんですよ、はい、カゴ、あここにもカゴ自転車みたいに、はい、で後ろにもつけて横にもつけて、 あとちなみにここにもちょっと収納できる、はい、まあ、ちょっとなんですけど、ええ、箱がついてて、これエアークリーナーボックスじゃないんですね、はい、なんかあのこれもですね一応開けるとですね、カチャンカチャンこんな感じで入ってて、まあ、ちょっと工具とか、はい、なるほど、入れられます工具とか、いいですね、昨今のキャンプブームにもってこいの一台でございます、うん、そういうことです、はい、もってこいです、もってこいです、はい、まあ、オフタイヤをね、履いてるカスタムとか僕当時見たことが ありますけれども、あの実際あのこのですね、PS250 が販売された時っていうのが世の中のビッグスクーターブームのちょっと前なんですよ、2005年とかそんなもんなんですけど、その後にアメリカンブームみたいなのが来て、その後にビッグスクーターブームだったんですね。だから若干時代がこうずれてたんですけど、じゃあそのビッグスクーターブームの時にこれが売れたのかっていうとですね、全然その時にはそのカウルがついててあのピカピカ光らしたりというのが流行ってですね、一回時代の波に埋もれてしまったバイクです、うん、はい、ただどの世界にもですね一定層オフロード好きがいるんですよ。でそのオフロード好き、まあ、オフロードバイクではないんですけど、まあ、オフロードのイメージがあるバイクじゃないですか。でそういうマニアックなですね人たちが、まあ、常にこう買い求めていたおかげでですね、多分今残っているこの時代のですねビッグスクーターのラインナップの中ではおそらく一番価値があるやつですね、はい、まあ、こんなこと言うと他の車種の人に怒られるかもしれないんですけども、あのマニアックさっていう意味だと、ビッグスクーターの中ではもうダントツです、はい、多分ね、まあ、見たことない人もね、いるかもしれないんですけども、今後ですね、まあ、弾数どんどん減っていくので、レアな1台になっていくんじゃないかな。でバイク屋的にはこういうフックがいっぱいついてるのは嬉しいですね、これとか車に積みやすい、固定しやすい、はい、ただこれメットインとかはないんですよね。メットインはないです ね、そうだから全部その、はい、積載量は多いにせよ露出してしまうので上にカバンをつけたりとかですね、そういう前提にはなるかと思います、うん、じゃあちょっとエンジンかけてもらってもいいですか。はい、かけます。よいしょ。これはどうすればいいですか、はい、あ、じゃあ持ってます。はい、じゃあお願いします、はい、では、はい、あ、前出ちゃうそう、リアタイヤ設置しちゃうんだよね、ここ下がへこんでるので、はい、こんな感じでエンジンはかかります。はい、エンジンはかかります。はい、持ってもらって、はい、で、うちの方でですね、当然メンテナンスをしてからのお渡しになります。お願いします、はい、で、残念ながらですね、私の方で、名義変更して、それからお客様にへのお渡しとなりますので、一回僕のバイクになります。はい、本当申し訳ないんですけど、はい、で、基本的な整備を行った上で、そうですね、あと、法定点検ですね、名義変更、それからテスト走行ですね。だからテスト走行するので本当申し訳ないんですけども、今フグちゃんが座ったシートには僕が、うん、お尻を擦りつけることになります、はい、やだ、まあ、僕とかですねスタッフ全員が表現が一個違うだけですごく汚い表現になるんですよ、申し訳ないです、はい、本当すいません。なんなら納車式の時にもう一回私が乗って、はい、そうしましょう、そういうことにしましょう。することも可能ですので、ぜひご検討ください。はい、ありがとうございます。はい、で、ありますので、はい、面白いバイクではありますけれども、うん、ただ、すみません真面目な話なんですけど、1点距離がですね 32,356 キロとなってますけれども、これはちょっと参考までにしておいてください、僕250のバイクをですね、で、ある一定以上の年式が立っているものに関しては同じことを特別根拠がない限りは同じことを言うようにしてるんですけども、走行距離 250cc のバイクって参考です。はい、参考ですっていうのがどういう意味かっていうのはですね、自分で考えてください。お願いします。お願いします。はい、はい、そんな感じです。
とりあえず今のところ、走行に支障はないんですけども、一旦こちらで分解しますので、納車が少し時間かかる可能性があります、はい、そこはご了承いただければ幸いです、はい、あとなんかふぐちゃんからございますか、うん、そうですね、まあすごくいっぱい乗ってあとは、うん、思い出のあるバイクなのでぜひ次のオーナーさんにもいっぱい可愛がってもらってそして私以上にこの子をいろんなところに連れてってもらえたらとっても嬉しいなって思うので、うん、ぜひ、うんうん、素敵なオーナーさんこの子を買ってあげてくださいよろしくお願いしますなんか勝手な話なんですけどあこうフグちゃんに振られるときはこんな感じなのかなっていう風にですね今ちょっと頭の中で勝手にこう妄想してみたんですけどあこうやって別れるのかなみたいな感じで、はい、次のオーナーさんよろしくお願いしますお願いします、はいはい今日はご出演ありがとうございましたじゃあ当日よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はいはいこんな感じですでもしですね遠方の場合は僕持っていきますで、その時は福ちゃん一緒に行けないんですけども、遠方納車の場合はですね陸送等を行全国行っておりますので、その旨申し付けていただければ幸いです、はいどうぞよろしくお願いします